はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけど、いや、なんとね、アップデートで、とどろきくんが、サイレント修正されていました。まあ、サイレント修正って何かっていうと、なんかパッチノートとかで、例えばね、ヤオモモのガンマの範囲を拡大しましたとか、こう、後ろから攻撃入るようにしましたってね、こう、運営が正式に出してる情報がもう、こう、パッチノートに載ってるわけですよね。でも、そのパッチノートに載っていない修正が、それがサイレント修正ですね。いや、もしかしたら、まあ、次のアップデートで入る予定だったものが先に来てしまった可能性もある。だから正直わかんないんだけど、トドロキ君はアルファの連射力が下がってるっぽいです。今までね、こう、ガンマコンボしたらね、アルファ2発入ったと思うんですよ。でもね、もうね、ガンマコンボしても、アルファ1発、いや、2発しか入、え、待って、違うわ。今までガンマコンボしたら、アルファ3発だね、ごめんね。3発入ってたと思うんですけど、今はもうね、ガンマコンボしても、アルファが最大でも2発しか入らないっていうね、悲しきアルファになりました。でも、言うて、強い。もう分かってると思うけど、言うて強い。結局のところ、こう、ガンマが優秀なわけよね。結局強いのよ。大して変わってないっていうのが、まあ実情って感じかな。ハマってる。スタックやめてくれ。さあ、デクにアルファ一発打って、ガンマで詰めていって、デクは当たってしまう。そう、これケアパケ貫通するんですよね。じゃあフィニッシュしていきましょう。デクにフィニッシュ、オーケー。っていう感じで、まあ言うてね、なんだやっぱね、結局ガンマだから、強いの。これアルファじゃないから。ガンマを修正しなければいけないんだけど、まあ、アルファが修正されて、まあ、コンボ的には、どんぐらいかな？言うてシールド割れるかな？ガンマ1回当てたらシールド割れるぐらい。だから200ダメージちょい、250ダメージちょい食らうっていう感じが今のトドロキくんかな。うん。ガンマもね、レベルマックスまで上げれば150ダメージ食らって、アルファ2発でもね、160ダメージってことは300ダメージぐらいか。レベルマックスだと。食らうから、結局のところ、まあ、言うて強いって感じなんだよね。まあ、2回ガンマコンボ決めれば確実に敵落としきれるかなっていう、大体の敵が確実に落としきれるかなっていう今環境ですね。さあ、ガンマが早速級になりました。まあ、ちなみにこう修正内容としてはやっぱりアルファだけで、なんかあと特殊アクションがちょっと使いやすくなったみたいな、範囲が拡大されてるみたいな話もあるんだけど、まあそこら辺はちょっと真偽定かではないんでね、見送らせていただきます。まあ、とりあえず修正内容、こうアルファが連射遅くなった。だからまあ中遠距離も若干戦いづらくなったし、いろんなところでちょっと影響出てるよっていう感じですね。というわけで戦闘シーンまでカット。さあ、ケアパケ近辺に敵がいますね。早速ガンマで荒らしていきましょう。しがらき、オールマイト当てていく。オッケー。そしたらオールマイトに対してアルファ打って、しがらきにもアルファ打って、ダメージは僕そんな食らってないですね。しがらきが逃げていますね。これはアルファで逃げるってことは体力ないからね。追従していきましょう。これ逃がしたくないです。ガンマからのアルファ2発。2発 ?3 発目で倒しきる。オッケー、ナイス。シールド回復したいですね。一旦シールド回復したいんですが、ちょっと別が来ましたね。いや、さっきのオールマイトかな。ちょっとこれ相手にしたくないので、一旦洞窟まで下がってからのベータ。これでね、塞いで、しがらき角入れちゃいましょう。起き上がったらめんどくさいんでね、しっかり角札入れて、奥でシールド回復巻いちゃいましょう。これ多分ね、オールマイト突っ込んでくるので、まあ、オールマイト待ちしてあげて、の、体力回復巻いて、巻ききれなそうなんで、これガンマで突っ込む。さあ、オールマイト食らってるね。アルファ。オッケー、アルファ。いや、おーっと。マジ？まさかのプルスルドだけど、これしっかり氷で弾いていきます。ナイス。まあ、結局のところこれが強いのよ。まあ、対してアルファじゃないの、関係あんの。この自分がガンマ使った時に味方がフォーカス合わせてくれるのがめちゃくちゃ強いんだよね。もう、とどろきの進化はそこにあるわけですね。だから結局のところそんな変わってない。言うて。で、アルファの連射下がっても。まあ、確かに 1v3 はしづらくなったね。でも、こう今まで 1v3 もワンチャンできるぐらいの怖さはあったんだけど、そこの怖さは今はちょっとないかもね。うん、そこはないけど、こうチーム単位で考えたら、まあ、そこまでの変化ではないかなっていう感じです。OK。まあ、無難に戦闘勝利していきましたね。じゃあ次の戦闘シーンまでまたまたカット。さあ、火災ゾーンにやってまいりました。やっぱ火災ゾーンはね、敵がたくさんいて、うじゃうじゃいますよね。まあ、新マップの方も楽しいんですけど、僕もね、まあ、結構旧マップの方も意外と好きなんですよね。やっぱこう、慣れ親しんだ愛着というか、なんかそういうのがありますよね、やっぱりね。で、最近なんかスイッチでも PC でも若干ラグいらしいんだよなぁ。なんかそこなんとかしてほしいよね。ここ、とどろき割っていって、奥詰めていきます。とどろきは左にそれて、相沢先生のなんかよくわかんない攻撃食らって、これガンマでとどろきを追い詰めていきたいんですが、ちょっと逃げ切られてしまったかな。逃げ切られてしまいましたね。ここで味方がダウンしてしまう。ちょっと味方の方にすぐさまカバー行きましょう。おっと、爆豪もやられかけている。大ピンチ。私今大ピンチでございます。オッケー。これはアルファでちょっと削っていって、3発当たった方がいいね。3発当たって、これ絶対来るから氷でね、敵を散らしていきます。はい、散らしていって、しがらき1枚持っていく。強っ
言うて強ダメージ今やばくなかった。なんかたまにさ、やっぱ先っぽ、氷の先っぽになるとバカみたいなダメージ出るんですよね。それが強いですよね。もう先っぽ氷のなんか先端の部分だけ170ダメージが入るから一発で、あの氷時間とか関係なく一発でダウン入るからね。しかもね、そこがかなり強いですね。コンプレスも突っ込んでいきますが、なんとか逃げ切り、戦場から離脱したんですが、ちょっと味方のね蘇生カードを回収しないと結局のところ起こすことはできないんでね、しっかりバッジ回収してから起こしてあげたいところですね。手前の雷なんちゃらって人はね起こせそうですけどね。雷電気欲しい、起こせそうですね。 OK、 回収できそうね。ここ回収していく。もう1枚の方にも敵がいらっしゃるんですが、これはガンマ使ってるけどちょっと弾き飛ばされた。これはでもギリ回収いけそうね。回収してから逃げていきましょう。相沢先生に消し飛ばされたけど、なんとか逃げ切ることに成功するか。危ないぞ。だいぶヤモのベータの期間が終わったので逃げ切れましたね。ちょいギリだったけど、まあまあまあなんとか逃げ切ること成功。体力回復していきましょう。まあこれちょっとねミスってるね。なんでこれ飲んだって感じなんだけど、まあしょうがないね。これちょっと判断ミスってるね。もったいないね、ここですから。まあでも体力と GP ともにマックスになったんで、まあまあいいでしょう。さあここで今爆豪が内側入ってたんで、まあ起こせそうなんで起こしちゃいましょう。なんかよく蘇生カードをめちゃくちゃ安全なところで起こす人いるんですけど、まあ悪くはないんだけど、今は別にあの起こして大丈夫ですね。今シーズンからは、今シーズンからはなんか蘇生された後の今までの硬直がちょっと短くなったんで、まあ起こせるタイミングがあったらガンガン起こす、もうなんなら終盤でも起こせるタイミングがあったら起こしちゃうぐらいの勢いでいいかなって感じですね。まあ敵に位置バレたとしても味方がすぐに動くことできるんで、まあ普通にね起こすの優先でいいかなって思います。さあ爆豪にアルファ3発発生、さあ空中混ぜて、もう一発当たんなかったけど、まあこれは多分敵が引くので物資回収できますね。コンプレスに対して圧力かけていきましょう。さあ上取って、上もコンプレスも上取りに行きましたね。これはラピッドカードで上に一気に上がっていって、上制圧しましたか、敵いませんね。コンプレスが逃げてるんであれ追いかけてしまいましょう。アルファ1発2発3発で、これガンマね、絶対今ねシールドやってくると思ったけどガンマ使ったんだけどギリ当たんなかったね。惜しかったな。今の決まってればかなりねもういい戦闘だったんだけどな。まあ、ちょっとそこだけ惜しかった。もうちょい早く出してもよかったかもな。アルファの途中で打ってもよかったかもしれませんね。まあでもそこは言ってもしょうがない。とりあえず上ポジに登っていきましょう。対面ではダビが登っています。仲良くね、お兄ちゃんと仲良くクライミングタイムですね。いいですね。家族のこの微笑ましい光景、素晴らしい。さあ上ポジションに敵がいるので、とりあえずこういうとこね、上ポジ壊しちゃいましょう。あの隙間から撃たれるのが一番めんどくさいんですよ。だからこう隙間から撃たれないようにとりあえず上ポジ壊す、結構大事ですね。で下一旦確認していないことが確認できたので、またね上ポジね壊しタイム入ります。ここしっかり壊していて、 OK 壊した。もう一箇所ぐらい壊せんじゃね、もうないか、もうないか。まだ僕らの真上がありますね。これもしっかり壊してあげてはい、破壊タイム終わりました。でここでトドロキが突っ込んでくる。ガンマでお互いに当たってしまうね。まあしょうがないね。これ今ね、なんかね、ラグいから、あの、轟のガンマ使われた後に自分がガンマ使ってもね、相手も当たるっていうね。やばいよね。昔だったら当たんなかったんだよ。シーズン2までは当たんないけど、シーズン3からは、轟のガンマ撃たれた後に撃っても当たるっていう、あの、神仕様なんでね。神仕様か、クソ仕様だからわかんないですけどね。まあまあまあ、当たるんでいいでしょう。さあ、これガンマ撃って敵に大ダメージ与えました。ちょっと混戦状態に突っ込むものあれなので、サイド取ろうとしたらね、ちょうどサイドに逃げてる敵いたんで、しっかりサイドの敵倒しきっちゃいます。オッケー。で、アルファが今レベル8になりましたね。もう1枚欲しいけど、まあまあまあ、味方置き立てなんでね、1枚譲りましょう。まあこれ本当は9にした方がいいのかもしれないね。まあいいでしょう。さあ、正面の中でやり合ってるね。これね、トドロキのガンマって貫通するんですよ。今300ダメージありましたね。それちょっとおかしいね。なんで一発で300。で、これ外封鎖してあげて、中ガンマ置いておいてあげて、またガンマ使ってあげて敵を出させません。これ強いんですよね。トドロキの氷はねガンマ貫通してしまうっていうね、最強なんですよね。でこれ炎症ダメージも敵に入っていますね。手前にいるっていうことが分かります。これは外に出したくないですね。しっかり氷の壁も立ててあげて外には出させない。中今ヤオモモがダウンしてたね。あれは多分僕が倒したやつなんですかね。もうな、内側いないっぽいね。オッケー。ここのポイントは制圧することができて、味方の体力もマックスって感じたから、うちのパーティー今めちゃくちゃ有利ですね。さあ、外でコンプレスがやり合っているので、ちょっと外警戒しているんですが、爆豪が目のいる。これはアルファ3発4発当ててからガンマ使うけど、別のやつになんか当たったな。手前にいたね。さあ、こっちが出てくると思ったので、ガンマ、置きガンマしたらちょうど出てきて当たりました。お茶子ちゃんに。お茶子ちゃん、プルスウルトラ切っての。さあ、どうする、どこに逃げる。これアルファ1発当てて、2発当てて。3発目は当たらない。ガンマも当たらないけど、4発目当たって OK?
アルファコンプレス2枚目の前にシールドクラッシュした、ガンマ使う、当たらない、ちょっとガンマ遅れる、これ良くない、しがらき瀕死、しがらき首締めてる、首締めてる間にダウン取る、いいですね、コンプレス逃げる、しがらきに各味方入れてる、爆豪があっち側にいたから各入れに行く、どっか消えた、コンプレスが戻ってくる、コンプレスが死ぬ、なんじゃこれ普通にってかこう結局変わってなくない、やっぱどうすか、サイレント修正食らったトドロキ君は結局トドロキ君でしたっていう話なんですけど、まあ前ほどのぶっ壊れ具合ではないけど、まあ壊れてることに変わりはない、まあぶっ壊れから壊れになったかなって感じです。まあ新マップではトドロキ君めっちゃ強いってわけではないから、やっぱウルトラランプルね、こうマップによって強いキャラ変わるなってすごい思いました。今回ティア表ランキングとか作ろうと思ってたんですけど、またねやっぱティア表こすっていくの楽しいんでね、ティア表こすろうと思ったんですけど、ちょっと若干作るのむずいなっていうマップによって強さ違うからね。さあ、お茶子が目の前にいる、ガンマ使う、アルファ、アルファ一発当たったね、シールド壊れ間際で、これお茶子車来ると思ってちょっと避けてたんですけど来なかったので、しっかりアルファ当て切って倒していきます。オッケー、まあ結局届けないよね、6667ダメージ GG、 KO 数はいくつだ、結構 KO 取ったよ、まあ、サイレント修正と食らった割に全然強い轟くん。まあ多分ね、次のアップデートかなんかで正式に発表されるんじゃないかな。なんか轟以外にも修正あったキャラいるっぽいしね、霧島の壁貫通なくなったりとかね。バイバイ。